ナターリア・プーシキナ、アレクサンドル・ブリロフが、1831年、ナターリア・プーシキンナ、ナターリア・ニコライブナ・プーシキナ・ランスカヤは、ロシアの詩人はアレクサンドル・プーシキンの妻、旧姓はゴンチャロワ。ナターリア・ゴンチャロワは、1812年9月8日に、カリアン村で生まれた。当時、ゴンチャロフ家は、ナポレオン軍に占領されたモスクワから郊外へ、避難していた。 ナターリアの父はカルーガ出身の製紙業者の末裔で母ナターリア・ザグリャスカヤはモスクワ貴族の出であった。ナターリアは16歳の時にアレクサンドル・プーシキンと出会った。当時彼女はその美貌でモスクワ中に知られていた。彼女の目を引く容姿はスウェーデン貴族の血を引く父方の祖母から遺伝したのだと言われていた。多くの躊躇の後、 母ナターリアは1830年4月にプーシキンからの求婚を承諾したが、彼女は政府が自由思想の詩人を迫害するつもりはないことを知る前であった。ナターリアとプーシキンは1830年5月6日に公式に婚約し、結婚式の招待状を送った。これらの流行のために結婚式は1年に延期されたが、翌1831年2月に2人は結婚した。 ナターリアは6年間の結婚生活の間にアレクサンドル、グリゴリー、マリア、ナターリアの4校を設けた。プーシキンが首都によく行くため家族は長く田舎に住むことになり、このような生活をしながらも2人は文通をしていた。妻に宛てたプーシキンの手紙が78通現存していてしばしば卑猥な言葉を愉快な口調で書き残しており、これらの中に 恋文と呼べるものはない。プーシキンは、マドンナ多数詩を妻に捧げていると言われる。彼女が夫に宛てた手紙は一通しか残っておらず、それはナタリアが実母と連名で書いたものである。1835年、プーシキンを疎んじていた数人の武官たちによって、ターリアは、フランスから移住してきたジョルジュ・ダンテスと出会い、終文に巻き込まれた。ダンテスが彼女に言い寄ったために、 プーシキンが彼に決闘を申し込み、1837年1月27日に、プーシキンは致命傷を負い、約35時間後に死亡この時のナターリアの振る舞いの妥当性が、夫の才能や作品よりも、高価なドレスや宝石を買うために金が欲しくて、夫を焚きつけていたのだと議論の的となった。夫の死後、ナターリアは、ロシア皇帝ニコライ一世と非常に親しくなった。 彼女が皇帝の愛称になったと噂されたほどだった。しかし、1843年、ナターリアは、彼女の兄弟と同じ連帯に所属する士官、ピョートル・ランスコイと出会い、1844年7月に皇帝に祝福され、二人はストレルナで結婚した。ランスコイは皇帝からも目をかけられ順調な出世をし、ナターリアは、 ランスコイトの間にエリザベータとソフィアを生んだ。1863年11月26日に死去。その遺懐はアレクサンドルネフスキー大修道院に収められた。ありがとうございます。